プルト川はヨーロッパの河川である。ウクライナ領内から流れ出し、ルーマニアとモルドバの境界をなす。ザカルパッチャ、ブコビナ、ベッサラビアを流れる。普通リシチナの分水嶺、カルパティア山脈のホベルラ山のすぐ東斜面から流れ落ち、チェルニウチ州を貫流した後、ルーマニアとモルドバの境界線に沿って流れ、ガラチ東部でドナウ川に合流する。 総延長9 5 3キロメートル。1711年、プルト川の戦いが行われた。1877年、ギュスターブ・エッフェルによって、現在のモルドバのウンゲニ県、ウンゲニトルーマニアのヤシ県ウンゲニの間に、エッフェル橋が架けられた。2016年、同河線に2本の橋を架ける工事が開始されている。また、 この川を中心として韓国海環状道路を建設するというプロジェクトが立ち上げられており、ルーマニアのトゥルグムレシュヤーシ、モルドバのウンゲニキナウ、そしてウクライナのオデッサというルートで幹線道路が整備される予定である。メイキング・オブ・ザ・ウエスト第2巻著者 CT リベス・グッケル・ブックス・ハット税20162016年9月24日閲覧。ありがとうございます。